行きが良ければ良いほど皮むけません。あんこなんでこんな吊るし切りなんかしてるのかっていうと、まな板の上だとツル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 滑ってやりにくいんですよね。それでわざわざこうやって吊るしてやった方が楽だと。それで魚屋さんがあんこを買われた時にね、これを店先ぶら下げて看板代わりにしたそうです、昔は。そうすると今日はこの魚屋にあんこがあるぞと。まず最初に黄色いの見えますね、黄色いの、黄色いの見えますね。これが皆さんの大好きなあん肝です。はい、これがあん肝です。結構でっかいですね。はい、次に見えてきたのこれ胃袋、これが胃袋。見えます？赤いの見えました。これあんこうの心臓です。心臓、さてよろしいですか。こんな感じです。よろしいですね。人間は腹の中は真っ黒いですけど、あんこは真っ白ですね。